岡崎市地域交流センター、むつび文館、雪の里は、岡崎市中島町にある公共施設。1994年、都市計画道路木の浦岡崎線の事業計画が発表され、岡崎市中島町にある雪最多の移転問題が発生する。2000年6月、最多を同計画道路沿いに移動し、合わせてコミュニティ広場を整備する構想が生まれる。 2003年8月には、雪の里コミュニティ開設準備委員会が設立された。2013年6月9日、建物と広場が完成。建物の中の歴史民族資料室がひとまずオープンする。200平方メートルの広さを持つ埼玉整備された。総事業費、約9億円。毎年6月第1日曜日に行われている、むつび雪埼玉おたうえ祭りであるが、 この年は、雪の里のオープン日に合わせて6月9日に開催された。2015年2月15日、全館オープン。ホール、乳幼児室、活動室などが新たに設置された。同日より、特定非営利活動法人岡崎町育てセンター、リタが指定管理者として管理を行うこととなった。歴史民族資料室には、大正4年当時に使用したクワヤオケ、 鎌などの農工具をはじめとする貴重品、約150点が展示されている。また、床一面に当時の古地図がプリントタイルカーペットで表現されている。歴史民族資料室むつび南部、ガックフレアイナツ祭り利用時間は9時21時。休館日は月曜日12月29日から1月3日まで。東名高速道路、岡崎インターチェンジ西交差点から、 木乃浦海底トンネルを結ぶ都市計画道路木乃浦岡崎線が2014年3月28日全面開通した未開通区間だった岡崎市地域交流センター結尾文館雪の里前から中島町上野交差点間と岡崎市中村町、正名町間の計1キロが開通したことに伴い 25.7km が一本の道で繋がったありがとうございます